回は女性と恋愛関係になるステップを徹底解説します。効果的な恋愛テクニックを駆使して大好きな人と熱い夏を過ごしてくださいね。現状気になる女性と進展していないともどかしく感じているなら、何か今までと違う行動を起こさなければ何も変わりません。そこで今回は好きな女性との関係を進展させる効果的なステップを詳しくご紹介していきますね。そんなテクニックなんて使っても無理でしょう、そう思った方もいるかもしれません。確かに意中の女性を惚れさせるのは簡単なことではありません。そのため先に言っておくんですけど、今回ご紹介する方法は残念ながら簡単とは言えないのも事実です。ですがその分実践すれば恋愛スキルは確実に向上して、より多くの女性の心に刺さるアプローチができます。恋愛スキルを高めたいと思っている男性はぜひ最後まで見ていてくださいね。私のチャンネルでは男女の恋愛観、恋愛心理を学んで追われるモテ男になるためのノウハウを発信しています。女性のリアルな声を聞いて圧倒的モテ男になりたい、信頼できるパートナーを探したいという人はぜひチャンネル登録をしておいてください。また私の公式 LINE では最新情報や12大特典プレゼント企画を実施しているので、コメント欄か概要欄から受け取ってみてくださいね。では本題に入っていきましょう。テクニック3選をお伝えしていきたいと思います。結論から言うと、まず1つ目は自分の価値を可視化するということ。ステップ1、自分の長所を可視化する。ステップ2、女性と共有しやすい内容をピックアップする。ステップ3、ストーリー性を持たせる。ステップ4、カンペを用意する。ステップ5、対面での会話を通じて好印象を与える。2つ目は女性を深く理解する。3つ目は恋愛アプローチは5回目以内のデートにするということです。ではそれぞれ解説していきます。まず1つ目の自分の価値を可視化するということです。大事なのは自分の価値を振り返ってしっかりと可視化することなんです。価値が分かっていないと自己肯定感が下がり、自分なんかがアプローチしても彼女が振り向くわけないと思ってしまうものです。その感情は言動として現れて当然女性にも伝わります。仮にあなたが企業の面接官で、就活生が私自信なくてでもここで働きたいんですと言われたとします。この状況であなたはその就活生を採用するでしょうか？おそらくしないですよね。この例は少し極端ですが、モテない男性は自分の価値を可視化できていないため、無意識に自分を落とすような言動をついしてしまうんです。恋愛において重要なのは、現在の自分に自信が持てなくても、これまで自分が頑張ってきたことや真剣に取り組んでいることをしっかり伝えられること。自慢のようにならずに自然に伝えることです。ここからは具体的な価値を可視化する方法や女性の伝え方についてステップ別に深掘りしながら解説していきます。まずステップ1、自分の長所を可視化するということですが、自分の長所を徹底的に洗い出していきましょう。おすすめの方法はペラ1の紙に書き出すことです。今まで頑張ってきたスポーツとか勉強、ゲーム、遊び、何でもいいです。とにかく自分が今まで頑張った、真剣に取り組んだと思える事柄を書き出してみてください。もし思い当たることがなければ、親だったりとか友人に聞いてみるのも一つの手です。ここが恋愛アプローチの大きな土台になるので、必ず実践するようにしましょう。また、この時頑張ってきた度合いの高いものからピックアップしておくと、後で確認しやすくなるのでおすすめです。ステップ2は女性と共有しやすい内容をピックアップするということです。ステップ1である程度長所をピックアップしたら、その中から女性と共有しやすい内容を選んでいきましょう。内容をあえて選ぶ理由は、マニアックだったり難しい内容だと相手が理解しにくく共感を得られにくいからです。例えば将棋が趣味だとしても、気になっている女性が将棋に全く興味がなければ話題にするのは最適とは言えません。そのためここではなるべく女性から受けが良さそうな内容を選ぶようにしましょう。話しやすい長所を選んだら、より女性が理解しやすいように簡単な説明文を添えておくと後々役立つので、ぜひこちらも合わせて実践してみてください。ステップ3はストーリー性を持たせるということです。女性に話せる長所が決まったら、次にストーリー性を持たせていきましょう。ストーリー性を持たせるメリットは、話に面白みが増してより女性に興味を持ってもらいやすくなることです。ストーリー性を持たせる時のポイントは、起承転結を考える、最初と最後のギャップを意識するということです。まずは簡単に起承転結を考えましょう。なぜそれを頑張ったのか、なぜ興味を持ったのかなどをうまく伝えることで、女性の興味を引きやすくなります。また最初の段階と最後のギャップを意識することも重要です。具体的には、最初と最後の段階に差が空いていた方が、あなたの努力や取り組み方が伝わりますし、女性を引き込むことができます。あ
あとは突拍子もない話をあえてするのもいいですね。例えば洋画が好きで英語を勉強していたらいつの間にか世界中を旅していたなど、目標は女性から面白い、すごい、やばいなどと言わせることです。このような驚きの言葉を引き出すためにぜひストーリー性を意識してみてくださいね。ステップ4はカンペを用意するということです。ここまで終わったらカンペを作りましょう。なんでカンペと思うかもしれませんが、会話を通じて女性に好印象を与えたいならこれもやっておくといいんですね。メモ帳に書き起こすのもいいですが、スマホのメモ機能を活用すればいつでもどこでも見返すことができます。カンペが特に役立つのは電話をするときです。対面での会話とは違い、電話なら相手を気にせずカンペを確認できるので、会話が苦手だなという男性は電話を通じてアプローチするのもおすすめです。また電話をするときはスマホの録音機能を活用するのも恋愛テクニックを高める効果的な方法です。録音した会話を聞き返すことで良かった点、悪かった点を振り返ることができます。ここまでするかと思った方もいるかもしれませんが、大抵の男性はここまでしません。だからこそ実践すれば着実にライバルに差をつけることができます。会話テクニックを高めたいという方はぜひこちらも合わせて試してみてくださいね。ステップ5は対面での会話を通じて好印象を与えるということです。ここまで来たらあとは女性と対面で会話をして好印象を与えていきましょう。電話と違って対面の難しいところは自分の身振り手振りが相手に伝わることです。ここでたどたどしい態度をとってしまうと印象が悪くなってしまうので、堂々とスマートに会話ができるように職場や友人の会話などの時も立ち振る舞いを意識しておくようにしましょう。行動を変えるにはまず意識をしっかり持つことが大事です。自分はスマート、堂々と女性と話せると言い聞かせながら会話をするようにしてくださいね。以上が自分の価値を明確化し女性に伝えるステップとなります。このステップを踏めば効果的に女性に好印象を与えることができますが、これを実践するときは注意点もあります。それは女性に主導権を握られないことです。特に女性と関わり始めた最初の段階で主導権を相手に握られると、相手の都合や感情に流されて思ったようにアプローチできなくなります。実は多くの男性が抱えている、ご飯に行ったけどホテルまで行けなかったとか、手をつなぐタイミングがなかったというような、思ったようにできなかったという悩みの原因のほとんどはこれです。女性にデートや会話の主導権を握られているから、あなたは思ったようにアプローチできなくなっているんです。逆に言えば、ご紹介したステップを踏んであなたが主導権を握れば恋愛アプローチはよりしやすくなります。恋愛アプローチをする際はぜひこの主導権という点にも意識を向けるようにしてくださいね。続いて大事なのは女性を深く理解するということです。上っ面だけではなくて深い部分で理解するためには女性本人になりきることが大事です。女性の本音を汲み取って会話につなげられるように意識してみましょう。具体的にどういうことかというと、例えば女性が彼氏が浮気してるっぽいんだよねとあなたに相談したとします。この時、その男浮気症なんじゃない、君は何も悪くないよ、悪いのはその男だよと伝えるのは NG です。このような言葉はただ表面的にいい言葉を選んでいるだけで女性の心に響きません。女性にもあっという間に見抜かれてしまいます。そこで大事なのが女性本人になりきって深く理解することです。そのために女性の感情がどのタイミングで揺れ動いたのかを見極めましょう。この場合なら信じていたのに浮気をしているかも、疑いたくないけど確かめたい、このような感情の動きがあると考えられます。感情の動きを察知したら、あとはその女性本人になりきって共感をしながら会話をしていきましょう。この場合効果的な会話としては、大好きな彼氏を疑うの辛いよね、辛いこと打ち明けてくれてありがとう、俺だったらすぐに疑って聞いてきっと喧嘩しちゃうよ、でも〇〇ちゃんは優しいからそれがちょっと難しいかもね、それでも彼氏を信じたいという気持ちはわかるけど不安ならやっぱり勇気を出して確かめてみたらどうかな、いかがですか。女性の感情の動きを見極めてその点に寄り添うことで、その男は浮気症なんじゃないという言葉よりも女性に寄り添った会話ができるようになります。こういった点も取り入れて会話をしてみてくださいね。3つ目は、恋愛アプローチは5回目以内のデートにするということです。あなたは気になる女性とデートをした時、どのくらいで何回目のデートで好きとか付き合おうって伝えてますか。実際恋愛経験が少ない男性はなかなか踏み込めず、この恋愛アプローチをするタイミングを間違えてしまう方も多いです。
恋愛アプローチが後手後手になってしまうと、恋愛アプローチの効果が下がる可能性が高いんです。マッチングアプリなどを利用したことがある方はわかるかと思いますが、女性とマッチングしてデートできたとしても初回で終わること多々ありますよね。つまり5回目のデートどころか初回のデートで好印象を与えなければ、その女性と恋愛関係を進展させることはできないんです。だからダラダラせずに初回のデートで最大限アプローチすると決めておけば、より多くの熱量がある状態で初回デートに臨むことができるので、仲が進展する可能性が高くなります。また恋愛経験が少ない男性はデート回数を重ねれば重ねるほど経験のなさからボロが出やすいので、これも注意です。なので恋愛経験が少ない男性も初回のデートに全力で臨めば、その女性と付き合える可能性も高まりますし、他の男性のライバルに差をつけることができます。とはいえ初回のデートで好印象を与える自信がないという方もいると思います。ここからはそんな男性に向けて初回デートでも確実に恋愛関係を進展できる方法を解説していきます。まず基本的な1つ目、自然に立ち振る舞うということです。重要なのは自然に堂々と立ち振る舞うことです。恋愛経験が少ないとこの点がうまくいかず、女性に違和感を与えてしまいます。このような状態で女性に告白したりホテルに誘っても当然断られてしまいます。2回目のデートにつなげることはできないでしょう。自然に振る舞う時のポイントは、恋愛アプローチのステップを飛び越えないことです。デート中会話を楽しむ、手をつなぐ、ハグをする、キスをする、ホテルに行く、このようにステップを踏むことでより自然に女性との距離を縮めることができます。ですがハグをすると女性は性欲が高まってしまうこともあります。健全な恋愛アプローチがしたいならハグをする前の段階で留めておくのがいいでしょう。2つ目は電話をするなら短時間で終わらせるということです。初回のデート前は電話をするのも効果的な方法なんです。ですが長電話をしてしまうと相手の期待値が上がってしまったり、話せたことに満足してデートできなくなってしまうこともあります。そのため電話は短時間で済ませるのが最適な方法です。単に会話をするだけではなく、デートが楽しくなるような会話を心がけてみましょう。新しくできたカフェ知ってるとか、最近気になる映画あるなど、デートにつながる話題を意識するといいでしょう。そうすることで女性はあなたにより親近感を抱いてくれますよ。ただ奥手な子だったりすると電話が苦手という場合もあるので、無理にしないで合わせてあげてくださいね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ご紹介したテクニックを実践することで恋愛テクニックを底上げすることができます。好きな人がいる男性、今以上にモテたいと思っている方は、まずは1ヶ月ご紹介した方法を実践してみてくださいね。他にもモテるためのテクニックや女性の心をつかむための恋愛心理がたくさんあるので、見逃さないようにチャンネル登録しておいてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。